サイモン・フィリップ・イエーツはイングランドの自転車競技選手。トラックレースで頭角を表し、現在はロードレースをメインに活動している。双子の弟の関係にあるアダムも自転車競技選手として活動。早くからイギリスの若手育成機関でトレーニングを積み、トラック世界選手権ポイントレースで名を挙げた。2014年、チームスカイへのプロ入りが噂されていたが、 選手層が厚すぎるために活躍の場を失ってしまうということ、弟のアダムとの加入を希望した結果、オリカグリーンエッジでのプロデビューが決定した。2015年、アダムと共にツールドフランス初出場を果たす。2016年、ドーピング検査で使用していた全速薬による陽性反応が検出されたが、チームドクターの不手際であったため、罰則は4ヶ月の資格停止にどめられた。 その後のブエルター・エスパーニャ第6ステージにて独走勝利。2017年、ツールド・フランスにて2016年のアダムに続いてヤングライダー賞を獲得。2018年、ジロでイタリア第6ステージにて2位でゴールし、史上4人目のイギリス人、マリア・ローザ着用者となった。その後、第8、11、15ステージにて区間優勝を獲得。 絶好調の状態で3周目に入ったと思われたが、チーマコッピとなるフィネストレ峠を越える第19ステージで大きく遅れ、総合1位圏外へと脱落した。ブエルター・エスパーニャでは、同年のジロでイタリアでの失速を反省し、着実な走りを見せ、第14ステージでステージ優勝、その他ステージでも安定した走りで、ライバルたちと差をつけそのまま総合優勝に輝く。 2018年シーズンの UCI ワールドツアーの年間総合1位を獲得。2019年、やり残した仕事をやり遂げるためとして出場したジロディイタリアでは総合8位。続いて出場したツールドフランス第12ステージで勝利を挙げ、全グランツールでのステージ勝利を達成した。第15ステージでも逃げ切り、大会2勝目を挙げた。ありがとうございます。